皆様ご無沙汰しております。胆石系 YouTuber のりょうりょうと申します。ただいまの時間は11時6分ぐらい、令和2年11月の18日水曜日です。東京の空はですね、まあ晴れてはいるんですが、少し、いや、雲少し出てるぐらいですね。ちょっとね、久しぶりにドラ散歩シリーズ上げようかと思って撮ってるんですけど、ここはあの東京医大病院からほど近い、新宿の高層ビル群のど真ん中です。何べんもね、同じようなところ出してるんですけど、三角ビル、あの住友ビルに、三井物産、三井ビル、あっちがなんとかビルで、ここはあの京王プラザホテルです。で、向こうにファイザーのビルがあって、ちょうどこの真正面ですね、旗がある向こうが、ファイザーのビルです。あれ、あ、懐かしいな。あれ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 、私のですね、元職場がここら辺に近いんですよ。あれ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 じゃねえよ、あれどこ行った、まあいいや。で、今、あ、青だ。すごいっすね。この黒塗りの車がいっぱい止まっているこの場所は、私が何年後かの職場になるかもしれない場所です。まあ、ならないでしょうけどね。まあ、突っ切っちゃいましょうか。入れそうなんで。いやいや、警備員さんいるから、ここからはいけないんだ。未来の職場というか、ここですね。まあ、病院の方がね、意外と予想外に時間かかんなかったんで、もうせっかくね、新宿ここら辺午前中に来ることなんて病院以外じゃないんで、まあ、今日はね、昼じゃねえや、とりあえず夕方前に一回派遣元の会社に行って、それだけしか予定がないんでね、家に帰るのもなんなんで。まあ、ちょこっと新宿あたりで時間を潰そうかなという計画です。いや、しかし東京って本当に立派ですよね。なんでこんなに建物が、まあ、大阪もね、確かに立派なんですけど、まあ、位置関係としては今こういうところにおります。ちょっと見づらいかもしれませんが、 K プラがあって、こっちが都議会の議事堂で、こんな感じでね、高層ビルがコクーンタワーというのがちょうどそれです。あの変な建物がコクーンタワーです。まあ、こんな感じでいいのかな。ちょっと見づらいかもしれませんが、新宿駅からだと西口から、そうですね、まあ10分かからないぐらいかな、そういうとこです。まあ、これが都議会なんですけどね。降りていきます。おかげさまもちまして、胆石の方も目処がついたということで、ちょっとね、ほっとしました。目処がついたといってもね、実際こう取れてはいない状況なので、まあ、ひょっとしたらその痛みがいつ発生するかがわからない、ドクターもおっしゃってたけど、体に爆弾抱えてるようなもんだよとはおっしゃってましたけどね。まあ、ただもう8月からもう4ヶ月近くそういった痛みも出てないので、まあいいんじゃないですかね。ハイアットリージェンシーですね、手前の方がです。で、
ちょっとこれ分かりづらいんですけど、同じようなビルが手前と右と並んでて、右側が小田急第一生命ビルというビルで、ここにも私以前職場がありました。コールセンターなんてね、新宿周辺には無数にあるんで、そこのセンターももうなくなっちゃってるんでね、言えるんですけど、もちろん。であっちはなんだ、オペラシティ、前も動画出しましたけどね、まあこの周辺に来ると、新幹線同様、日本の技術力というのはすごいなとつくづく感心します。ということで、ちょっとね、配信が前後してしまうかもしれませんが、東京都議会の議事堂、これですね。こっちはね、平屋というか、平屋じゃない、高い建物じゃないんですけど、こう、横にこう広いというか、いや、しかしこれ本当に豪華ですよね。大阪とは、ここは大違いなとこです。大阪府はね、貧乏ですからね、なんせ大阪市のお金を猫ばばしようとするぐらいなんで。はい、ということで、この場所からのドラ散歩は以上とさせていただきます。もう25回目か26回目か覚えてないんですけどね。それと私の動画がですね、もうすぐ、まあ、ライブ配信を含めたトータルがもうすぐ1000本になりそうなんですよね。今930とか なんで、また1000回突破するときには、ご報告をさせていただこうかと思っております。ということで、トラ散歩以上とさせていただきます。ありがとうございます。